うん、ね、韓国語を覚えたいんですよ。ああいいじゃないですか、ね、俺らみたいなね、この芸人みたいな仕事やってるとね、うん、そういうのを覚えるとこう仕事に直結しますから。そうです、ね、俺頑張って覚えますよ。俺もそうね。ちょ待って待って待って、なんだよ。俺はね、うん、大卒だから覚えたいっすよ。はいはいはい、あなたは？俺高卒ですよ。何バカにしてんだお前よ。なあ、高卒が他国の言葉を覚えたい。ぶっ飛んでやがる。ぶっ飛んでねえよ別に。全然大丈夫だよ。ちょっと待って、いいかいいか、俺が iPhone だとしたら、うん、俺64ギガあんだよ、はい、お前8ビットファミコンだよそれ。ハードが違えよお前よ。テレテテレテテテ、ちょっとお前何皆さんの前で俺のこといじってんだお前。いや違う、今日お前が高卒っていう体でさね、それでね、あのお前がバカだからはさぐなよ。俺、お前の5個年上だよ。え、漫才中なんだからそんなさ、たかが5個上ぐらいです。はさぐなよっての。俺、お前の5個上だから、ん？お前が生まれるよりもな、先にハンコ注射終わらしてんの。お前が中学校の時には、俺親の扶養抜けてんだよ。俺高校ラグビー部だよ。いやそんなラグビー部は今関係ない。はしゃぐにだ。はしゃぐにだって韓国語だよ。5個上だからできんだこういうの。そういうのお前ちゃんと刻んでやったけこれから、はい、行くよお前時間ねえからもう。俺すいませんね、はい、ちょっとね。じゃあまあ最後にさ、ちょっとお前聞きたいことなんだよ、うん、あのサランヘッドどういう意味なの？高卒。どうもありがとうございました。